皆さんこんにちは、シダル TV シーリオスです。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいておりますが、いつもありがとうございます。本日の目玉はこちらでございます。コブラ来たよ、ようやくコブラの皆様来ましたよ。いやー、テスピンじゃない、いやいや、お辞儀の連打ですよエアロジェット、うん、前作の LTD のシリーズをシダル TV のスタッフは全員買ったっていう。 LTDX は本当に素晴らしいシリーズだったね、はい、小山さんなんか年末にもう買わないって言ったのに追加で買い足してましたからね。今何本持ってるでしょ。私 LTDX なんと3本でね、3本でしょ。でほら TSR も2本でしょ。そうだ ね、 ね、買うね。そう、そのぐらい魅力があったってことですよ。そうですね、コブラに。で、まあ、前作からこのフェースの感じはなんか引き継いでる感じはしますけど、ミルドじゃなくなったでしょ、うん、ちょっとなんか ツルツルね。前はね、そのホットフェースって結構特徴的なフェースだったんですけど、まあ、それをキープしながら若干肉厚は丸やかになってるのかなって感じ。なんかほら、ワッフル状にこうなんか裏側の差が残ってるでしょ。多分反発性能が高いところと低いところをなるべく、そうそれは活かしてると思う。でミルドはミルドだと思うよ。エルカップインサートって書いてある。なんかさ、もっとギザギザになった CE の仕上げだった。なった、まあ、だからその表面の仕上げだけちょっとまろやかにしたんじゃない。あと一番僕パッと見て明らかにお尻が高いのね。はい、一番の特徴はですね、なんと空気抵抗を受けにくい先進的なエアロダイナミクスデザインです、ね、このノーマルのエアロジェットが一番空力性能が高い、はい、でコブラずっと空力に結構こだわってやってきてるんだけど、まあ、その中でもコブラ史上最強に空力性能の高いクラブができたっていう話。逆に今度真ん中のここのバーはなくなったんですね。いやほらここ の、 あのフェース面とここにバーがあって金属があって、でそのなんかこう胴体があるのにカーボンカーボン でやってましたよね。そんなんあったっけ。360度カーボン。でもね、あでも今回の方が LTDX より結構はっきりしたフレーム構造だよ確か、うん、そうなんだ、うん、フレームがあってカーボンがはまってるって、うん、まあ、ウェイト後ろ 8g だって。ちなみにデシャンボーの契約が今年切れております。なんかこの間ステルス2持ってましたよ、うん、ちょっと苦労しそうだね。でももうだってリブツアーに出るからあんまりね。そうそう、それでだと思いますよ。というわけで打ってみてください。はい、フジクラスピーダー NX4 コブラフレックスです、はい、純正です。日本のオリジナル純正シャフトです。ロフトが今9度スタンダードなんです。おそらくこのカチャカチャフォーゼルは前作と共用。うんうん、ずっと一緒だね。スピン少ないね。42しか出てない。なんか棒玉ですね。あ、2190。このスマッシュとスピンを見てくださいこのスマッシュはなかなか出ないスマッシュだ ねこの時期ね。奥島プロのレッスンの効果が着々とクラブがいいんだよ。おっとまあそういうことにしておこうぞ棒玉で、これ飛びそうだぞ。いいね。いやスピン少ねえよ。いや今年は、今年はあんまり買わないって言ってた。ロフト何度だっけ。9度。9、うん、石井さんのスピンを減らそうと思って、うん、ロフトが立ってるクラブをお借りしました。なるほど。ちょっと開いたけど、増えない。スピン増えないです。ミート率高いです。このドライバーなんか LT 前作よりでもそんなに難しい感じはしないんですよ。打感は前作の方が柔らかい感じはするんですけど、ちょっと弾弾き弾離れはいい感じは、今作かな。
飛びそうね。飛びそう。飛びの匂いも。これは大玉だ、まだ下目なのに。ちょっとお辞儀しそうな、ギリギリないんだよ今。出た 1.52 そして1700 やばいね今。本人的には打点どうですか。打点は芯外して、ね、なんか固い音がしたよって、うん、バッバーンって破裂音みたいにしたの。なこういうたまにちょっと荒っぽいよくわかんない数字が出ると楽しいねあーこれもスピン少ないよ。これ面白いね。恐るべしコブラで息がいいぞこれ今フェース遠側上目か。本人的には明らかなミスショットで手離してますから。SP 性能がすごいな。これで LS とか使う人いるのちょっと9度はちょっとシャフト変えてみようよ。変えてみる、うん、これ面白いね。そこら辺のそうしっかりしたシャフトちょっとつけてみようよ。これロフト増やしてほしいね。いや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 、もうちょっと増やせば増やせる。ちょっと白山さんのシャフト資産使おうかなと思ったらさヘッドが初代でもうね、それが生き残った俺の中でもあるよね、そういうのね。俺実はまだあの X500 が手元にあるもんね、うん、まあ、使ってないけどさ、やっぱり生き残るものってあるんだよね。いやー手スピンだね。いやいや、お辞儀お辞儀お辞儀の連打ですよちょっと持ち上げてくれる。こうなると石プロヘッドスピードちょっと上げたい気がいたしますな。それはどっちだっけ。これいいっすね。すごいね、やっぱね。オーブラやっぱりなんかあれだね、分かってるよねクラブ作りがねこの間さステルス2の試打会をショップでやってて、はい、ちょっと打ってみてくださいよって言われて、はい、で打ったのよ。俺のこと知らない店員さんだったけど、あの室内でコースボール使ってステルス2打ったのね。もう 1.48 とかバンバン出るのよまあ、いかにここのこのあの試打環境が過酷かっていうことなんですよ。冬場さ、はい、1.4 後半は出ないじゃん、はい、下手したら 1.4 切ることもあるじゃん。コースでコース級だったら出ますからね。出るよねであステルス飛ぶなと思ったけど。アンパスが来た50の X、はい、ね、女子選手にも使用者の多いスピーダー NX を指してみました。 50S? そんな 50X 50X、うん、近まいてほしい。やばいねこれやばいねこれ飛んでるよ今のは。スピンがエラー、スピンがエラーだけどスマッシュも出てます。例年なぜかコブラが結果が出るというねいや300出そうだな。ちょっとブルーよりグリーンの方が良さそうだな。イエーイ。いや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 、これは大変なことになってる。嘘でしょそんな振ってないでしょ。いや、まあスピーダー NX ってこうね、うん、いいシャフトなんですよ、うんうん、これねアンパスだからね、うん、いいハイドロー設計思想通りのハイドローが出てるね。高さが欲しかったから買ってみました。なんで50なんですかスピードも欲しかった。なんか軽型にするよね軽型にして一番こうなんかこう爆中しないしかないしますもんねもうちょっとこう全部をこう包んでくれるシャフトにすればいい。一発狙いの 50X。 うわーミスった。ちょっと待ってね。疲れ、いやいや早いよ疲れんの
まだ LS が残ってる。ちょっと待って。出る。うんうん。なんか疲れて振り切れなくして。ちょっと捕まえたいですね。よいしょ。何グラムだ。同じスピードが NX だけど。50なんだよ。S で55。じゃあ同じぐらいだね。一応ね。うん、やばい、捕まってくれてしまう。こっちの方がいいかな。いや、叩けんだこっちだと思います。いや、急に振れって言ったら、まだちょっと僕のスイングが未完成すぎて、ね、暴れてるんです。こすり始めた。そう。手が出ちゃうかな。いいぞ、惜しい。今飛んでるフェードだ。いや、ここの茅ヶ崎のデータから考えたら、うん、めっちゃ飛んでるよ、ね、さっき290いくつがあったもんね。あ、290 やばいですね。こんな球ででも決して9度だからってボールが浮かない感じもしないし、うん、まあ、ノーマルモデルなんでね、うん、惜しい惜しい、惜しかったよ、捕まった。PR もあんだけど、グリップが太いから、ね、毎年毎年、コムラも頑張るね。それ怪我するからダメ。グリップがいや、でも純正で2000回転さっき900って言ったからね。あれなんだろうね。これ またあれですか、販売はゼビオグループ、基本そう、まあ、あと GDO とかじゃない。これやっぱり今年もコブラが飛ぶ？いや、飛びの匂いは一番するね。わあ、これもさ飛んでるよ。初速は出てますもん。ええで？全然スピン。さすがやね、うん、これ買っちゃおうか好きね。 LS も出るのよね。もちろんですよ。この後やりますよ、うん、体力残しておいてくださいよ。これ LS じゃないからね、ノーマル尖ってね。ちなみに先生、空力はどんな感じでございますかね。僕もともとほら空力は分かりませんって言ってたんですけど、それこそ G430 だったり、振っててヘッド大きくて思うのに全然重さ感じないですよっていう話をしたら、奥島大先生から石それが空力だっていうふうにおっしゃっていただいたので僕の中ではこうヘッドが軽く感じる感じ、振ってて、ヘッドの挙動、ヘッドの存在を忘れるぐらい振っていなくなると、それは空力が発動しているという一応定義はしているので、から考えると空力をこう想起させるような。ちなみにエアロジェットね、3機種出てるんですけど、はい、このノーマルモデルが一番空力性能が高いです。だから LS で逆に LS で振りづらくなったら空力が減ったと考えればいいわけですね。LS は前作のノーマル LTDX 並みの空力だって聞いた。空力はあるんですね。ある、もちろん。ホームランはこれが より空力がいいと、うん、いや、これロースピンじゃないか。ロースピンなんだよ、全部ヘッドだろうがドローだろうが2000だから。いや、でも飛ぶ感じはすごいしますよ、うん、すごいね。やめときます、頑張ります。とりあえず体力残して LS に頑張りたいと思います。はい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 。じゃあちょっと申し訳ないですが、はい、ノーマルはこの辺で終わりにしたい。でも飛ぶ可能性は感じるしLS 行ったら、いや、ノーマルの方が良かったんじゃないかってなる可能性もゼロじゃないし、はい、なるほどなるほど。僕がスイングでスピンが減ってきたのもあるけど、うん、明らかにスピンは少ないよね。ではというわけで、また尖ったモデルを出してきましたね。LS のシダ動画をお楽しみください、はい、ちょっと引き続き頑張ります、はい、ちょっと
とブルーよりグリーンの方が良さそうだな。イエーイ。いや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 、これは大変だと思ったよ。